ああ、富安変わったじゃん、これ。ジンチェンコにポンポンやられてたしね、ホワイトが。うわあ、富安変えたんだ。富安変えちゃった。でも今のね、ホワイトへの振る舞いとかも、ジンチェンコはもうリーダーの一人なんでしょうね、アーセナルだと。こういう圧って大事だからな。いやーここで富安変えられちゃうか。今、ジンチェンコのジェスチャー気になったね。なんか左の選手に貼っとけって言ってる感じでさ、貼らせたら繋がんなくなんだけど、負けないトみたいなね。今もなんか上がってっちゃってるけどな。 曲がりンが張るんならいいけど、スミスロードからちゃんと繋がるからいい,い,いけどさ、マルティネリとかが変なポジショニング取っての、ジンチェンコのせいじゃないかって一瞬思っち,ちゃったね。そうね、ホワイトが前半で変えられた時より全然良かったよね。ジンチェンコはハイライトではいいですけどね、90分通すとジンチェンコのせいでボール回ってないって時はめっちゃありますけどね、上手いからバレてないだけで、足元上手いだけでサッカー上手くないみたいなシーンすげえありますよ、ね。足元上手かったら助ける、助ける、助かるけど、このレベルだと、なんていうかみんなが下手でその人しかボール持てないとかあれだけど、アーセナルだと別にね、 テクニック的に下手で使えないみたいな選手はいないから、どっちかっていうと、いてほしい立ち位置にいないから、本当に上手い選手が本当に持つべき場所で持てないっていう理由にはなってますけどね。正直、ホワイトの変えた理由は僕、わかんないですね、そういうなんかこう、論理的な理由がわかんない、あのアンミスぐらいじゃん。あんな感じのミスだったらホワイトするしね、最近全然。だから、普通にアルテタの中で富安のところの質が問題って思ったんでしょうね、追いつく上で。アルテタがそんなにね、なんかこう、イングランド人だから優遇してとかしないだろうから。 あと今みたいなところのオーバーラップも2対2になるんだったら、富安は後ろであれ作るんですけど、ホワイトは結構がむしゃらに2対2になっても追い越していくみたいなプレイするから、そういうの求めたとかね。それはまあ、富安もそれやれって言ったらやるんだけど、富安原則に乗っとってやってるだけだから。まあ、怪我とかも,もしかしたらあるかもしれないけどね。確かに富安さん。怪我だったら一番納得できますよね。どっちかっていうと。質で富安からホワイトになったら上がるって思ってる方が全然納得できないから。気持ち悪いから現地評価 NG ワードにしようかな。現地とか、ツイッターとか。 <laughs> 現地、現地って言って自分の喋ってることは、ね、聞かなくていいですって言ってるのと一緒だけど、現地とか元プロとか関係ないですからね、だって僕、10年お笑いをやりましたけど、僕より面白しろい素人の人いっぱいいましたからね、<laughs> 音楽やってるけど、俺より歌うまい素人の人いっぱいいるし、その瞬間、瞬間に行われてることで判断するべきですよ。絶対、冨安の交代違ったもん、変えなきゃいけないとこもっとあるもんな。 マルティンエディの使い方もそうだし、ジンチェンコの配置の悪さもそうだし。そうそう、ホワイトオーバーラップ。そのオーバーラップもね、まあまあ、悪くはないんだけど、タイミングとしてそこ行ったとしても別に数的にならないから、むしろ逆サイドに振り直すとこにいてほしいっていうところは、冨安がやってたことがね、やっぱ正しいんですよ。あれ、坂が2対1の状況で追い越してる。 から2対2対になるじゃんで結局そこでクロス上げれないとき逆に持ってきたいんだけど上でゴールもそこ絡んでくるから後ろ戻せる人いなくて結果逆サイドのスペースあるところまでボール運べないんだよこう振り直せる選手欲しいからなそれがねジョルジーニョだったり冨安とか流れ変えるにはず,ずっと説明してるやつですよ冨安のねクロスの店印象悪かったなありますけどねただねそんななんか手前のことで判断するのあるてたみたいなねっていう風に思っちゃうけどでも実際手前のところで判断するってあるあるっす あるあるというか、まあそれね、理由として言えるからね、あそこで歩みするからっていうに、それが正しいか正しくないかじゃなくて、選手に対する説明としてはね。マジ、冨安、怪我だと思い,思いたくはないけど、なんだろう、不思議な、怪我だと納得できるって感じ。です。冨安が本当に悪かったな、らば変わっても仕方ないよねみたいな、まあ、そういう時はあるしね、当然、今日だとこの展開だと冨安変えるよなとかね、なんな今、監督で一番ある手が好きですけど、それでも結構、えっていう風に思っちゃうというか。 まるでの合理性が好きだから、ね。見て合わせららら。れるらしくないかかそそうそう。だからまあ、別ですよね、だから、あのジンチェンコのがそが、その全体の流れは悪くしてるんだけど、やっぱりジンチェンコのさ、あのメンタルとかさ、周りへの,あの圧のかけ方とか、あとオン・ザ・ボールとか,とか、もうリーダーじゃん。ああいう選手って帰れないから、監督って。冨、ね、安の,あの、ね、クロス上げ損なったシーン以外はね、ホワイトより全然安定感あるし、だけどホワイトは点決めてみたいな。 で、スミスローとマルティネイの位置逆の方がいいよね言ってた時にスミ,、ね、ス,ミスローを変えられちゃったけどその後出てきたネルソン活躍してたからもうう、なんかこう白黒はっきりこの試合のアルテタ良かった悪かったって言えないこのこの部分はおかしいけどこの部分すごい良かったよねそのネルソンをちゃんと起用したってこと。 だから僕は前ネルソン見た時に右サイドだからダメとかじゃなくて普通に相手見てサッカーできないなとか周り見てサッカーできてないよなまだみたいなだからこんだけ選手と熱いと合わせないときついだろうなって思ったけど使うサイドが違うだけで相手見れるようになったり見れないようになったりするんだっていう一つのねあそこまで使うサイドって重要なんだっていうカットインとかプレイの選択肢だけじゃなくて相手を見るっていう視野のところでも相当重要だったんだなっていう勉強にはなりました 先説のマガニアイスのティアニーの仕出しの感じを見るにジンチェンコ買いに行くだティアニーやライバルだとジンチェンコになるんだけどまあ富安左使ってね、右ホワイトだったらまあそっちだけどジ、まあ、ンチェンコが怪我してないうちは富安左の選択肢ゃないってことですねそう,そうだまあね、富安の機会もいっともしょうがないというかねまあ分かる人が分かってればいいっていうふうに ね、整理つけるしかないっすよね。僕としても悔しいっすけどね。富安がそういうふうに評価されて。富安とホワイトの明確な違い、明確な違い明確な違いで言ったら顔なんですけど、プレイで言うと、 ホワイトの方が持ち上がりとかそっちの良さがあります。で、冨安の方が両利きですね。で、ホワイトの方が対人の方の時に前傾姿勢になったりとかそういう冨安ほど脆さが出ないですね。冨安の方が空中戦は強いですね。だから細かく見ていったら違うんだけど、両者に共通して言えることは、状況によって最適な行動を取る力が強い、あの、高い。ウィングがサイドバックで一1対1の時に追い越すし、2対1とか相手のカバーがすぐ来れる状況だと後ろを作るみたいな。 だ最近のホワイトはちょっと焦ってるのか、その辺の状況判断が攻撃的になりすぎてて、結果、相手の逆取るようなパスワークできなかったりとか、プレス体性低くなったり、むやみに上がっていって、坂のスペース潰しちゃったりはしてます。もしかしたらホワイトって、メンタル的にはそんな安定してない選手っていうか、もともとね、それでイングランド代表でもね、コーチと喧嘩して帰ってきてるからね。ってなると 富安とか結構強力なライバルがいる状態のスタメンだと、ちょっとプレー安定しないのかもしれないです。逆に富安が左サイドに使われてる時期とかは、スタメンを脅かされる心配ないから、富安対ジンチェンコ対ティアニーとかなったじゃん。だから僕は別にホワイトに気遣ってじゃないですけど、ジンチェンコ、この間すごいシュート決めましたけど、やっぱりプレイの判断とか、立ち位置とか結構器用じゃなくて、もう気持ちでどん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 、 やっちゃってそれが悪い方に行くときあるから、僕は冨安とかホワイトとか、空中戦強くて、えー、冷静でポジショニング間違えなくてみたいな。で今、空中戦強くてって何で入れたかっていうと、それによってね、セットプレーの、ね、得点率上がるから、アーセナーとかだと押し込んでるけど点取れないってあるでしょ。あの押し込んでるけど点取れないが少なくなるから、よりそう。だからね、フォーバックをサイドバックもセンターバックで固める戦術とか、ウイングを、ね、肉体派のボランチにする戦術あるじゃないですか。あれ何で有効かっていうと、セットプレーの時の球数増えるっていうところがあるんですよね。 であとは守備の時ににもセットプレーで失点しにくくなるってジンチェンコの足元はうまいけど、その見栄えのあるテクニック以外は冨安だから、現に合わせなるもね、冨安で左サイドバックの方が勝率も高いだろうし、だから、ま、マネジメント的に難しいけどね、冨安とジンチェンコを左サイドバックで争わせた方が、マネジメントは楽なんだろうなと思いますよ、ね。 あさっきの中取るか外を取るかの話で言うと、ジンチェンコとヤスはこっちもこっちも取れるけど、あのー、ティアニーの場合はこっちしか取れないというか、こっちだとね、ここつなげないんだよね。ここの立ち位置めちゃくちゃ苦手なんだよね、ティアニー。対人守備は一番強いから、だからこ,この間、5バックの時出てきたっけだから ?5、4、1とかのウイングバックとか、あの守備固めのとの,のダブルサイドバックで使うやり方とか、そういうのでは使える、すごいいい選手なんですよね。